満開ラジオジュネランマン、今日はエコパ春よ恋祭りの会場から公開生放送でお送りしておりますが、はい、今日の縁起物のコーナーでございます。知ってる今日の縁起物？はい、知ってます。宝石持ってきたわけでも、重箱持ってきたわけでも、輪島塗り持ってきたわけでもないけど、もっとすごいの持ってきちゃったわよ。はい、皆さんお待たせいたしました。今日のゲストはこの方です。そのまんまみかんさん。わー、すごい、すごい、華やか、華やか、すごい、すごい、ちょっと、すごい、鮮やか。会場の皆様には見えてます。ラジオの前の方にまずお知らせいたします。はい、わー、すごい、ガチャピンかと思ったぐらいガチャピンかと思ったぐらいすごい綺麗なグリーン。ほんとすごい鮮やかなグリーンですね。時期を間違ったクリスマスツリーみたいな感じでしょ、色合い。でも雨が降ってきたら甘くなるんだろう。あら、まあ、かわいいわ、ね、ちょっと丈の長めの、上着、そしてパンツ、そしてゴールドの靴、はい、で顔は美香圭一、それでね、そのグリーン、人形みたい、ね、グリーンにスパンコールがすごいの。ピンクやブルーや、ね、私こんなに派手にできない派手よ、お姉さんも十分十分。ジュネさんはだっても顔が派手だもん。顔、ね、そう、うん、やっぱり。でも今日ね、楽屋入ってね、お互い素顔だったから、まあひどかった、ひどかった、お互い。うん、お互いヒゲ剃りっこしてたのよ。ヒゲ剃りっこしてた。私はヒゲ剃らなきゃいけない。ジュネさんのあれよ、顔はアイロンがけよ、この人。そう、なんで分かったんだ。あんた失礼なこと言わない。ただアイロンって言わないで、うん、もうちょっと高いスチームアイロンって言って。スチームアイロン、本当にスチームで伸びるかしら、ね、なかなか伸びないから大変よね。だいぶ伸びてるよ、大丈夫、いいよ。やっぱ髪の毛アップにしてるから、ほら、そうだね、ピンってつってんのよ。これほどいたら大変よ、頭ね、うん、頭のっけと一緒、顔も出ろってな。美川さん面白い。でも美川さんも綺麗にひげ隠してるわ、ね、そうそうそう、もうそれこそ輪島塗りじゃないけど、ほら、もう下塗り、中塗り、上塗りでございますから。ピカピカだね、このぐらいになるとね。ピカピカよ、もうとんでもございます。でも綺麗なグリーンよね。綺麗、ほんと一番目立ってる、この会場とか見渡す限りの中で一番目立ってる。でもあれね、ここ美川さん、もし会場の中歩いたら、うん、みんなが美川さんにぶち当たるわね。だって信号機ね、グリーン青系っていうのは進めだもんね。ねえ、いや、でも今日3人並ぶなんかいいじゃない。いいじゃない、ね、今日なんか私たちさ、塩沢さんまたなんかこのね、黄色って言っても、どっちかとバフン色に近いような黄色よ。これちょっとね、要注意、要注意、自分そう、要注意、注意、ね、あと真ん中にいらっしゃいよ、ちょっといいわよ、すごいですね。真ん中早死にするって言うから、ほらなんでわかったのよ大丈夫、美川さん順番から言ったら私たちじゃないから、大丈夫、そうね、そうよね美川さん、会場の人に悪いわよ、早死にするなんて。まだ私たちより上の人いるわ。あら、いらっしゃるけど、でもほらね、案外私たちの方が早いかもよ。ほら、いい人ほど早いって言うじゃない。そう、美人薄命。大丈夫大丈夫、二人心配いらないから大丈夫。そうかしら、大丈夫大丈夫、その心配いらないから。さあ、今日はですね、ハマっているものがテーマなんですけど、はい、最近美川さん何ハマってます？私いつもドツボハマったタイプだからね。でもね、最近はね、はい、私久しぶりにペット買いましたの。ペット、美川さんのペット、うん、そう。何かしら、ペット、かわいい、かわいいのよ、あのね噂に聞いたら、あんた、あの、私が伊勢エビにしなさいって言ったのにさ、伊勢エビよ、ちっちゃいやつのエビの話しようとしてるんでしょ。そうよ、こんなもんね、3センチぐらい、大きくなっても3センチぐらいのエビが、ね、食えもしないもの買ってでも綺麗なのよ。そう言ってましたね、色がものすごく綺麗。そう、飼い主とね、そっくりなの。まあ、グリーンなの、じゃあグリーンなの。違うのよ、顔と一緒やったし、真っ白とね、赤なの。白と赤、紅白で、あらー、
アルビノで色が抜けてそうなってるわけじゃなくて違うのよ、うん、突然変異なんだけどそれをこう掛け合わせていったねレッドビーシュリンプっていうあらー、うん、こうなって知ってますねえ知ってます赤と白のそう、ね、え知る人ぞ知るで、うん、でもいらっしゃるわよ、ねそうねね、お高いものはものすごく何万一匹よえちっちゃいくせに3センチうん、10万以上するのもあるんですけど3センチもうトップブリーダーが育てるとこんなちっちゃいエビがね桜エビぐらいでしょだってそうよあらすごい、ねまあ、綺麗なものなんでしょ変わった趣味でしょ私が伊勢エビにしなさいって言ったいいや可愛いからいいのよあらそうそうよそうだったらあんたかき揚げにして食ってしまえって言われるそうや私言ったらやっぱそんな話なのねやっぱそんな話なのねそうだけど生もするかき揚げになっちゃうかき揚げにしようと思って食べられないわそんなそうよでもね可愛いこれねつま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 ねこう餌をつついてこうね、うん、あの食べるのよ可愛いの、うん、ほんと、うん、じゃあ何匹もいるんですよねそうよでどんどんねまたこれが可愛い顔してねあんた増えるのよまあ、励むからほら、うん、励むってやっぱりあれあの交尾をするのそうよでね、そうするとメスがこうね卵を抱えて、うんうん、で1ヶ月ぐらいするとねこれそう孵化するのよあらー2ミリぐらいのエビが生まれてくるのうんかわいいかわいいのねうんあんま伝わらないかわいいさうんでもね知ってる人はたくさんいるみたいでそうそう局の方にもファックスなんつうかね、うん、来てましてそうです本当にかわいくて綺麗らしいですよね、うん、そうなのなんか何を隠そう美川さんね一回もうずっと飼っててもう無理だわと思ってお高いものを持ってたんだけどお知り合いにね全部差し上げて、でやめたんですよでもとある日また買おうかなと思ったらしくってなんどのくらいの期間やってなかったの3年ぐらい買ってなかったねほら、うん、だけど去年私もほら静岡県民に晴れて、ね、再デビューでほら税金納めてよ、ね、そう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 あの静岡市内にほらお店出したりしてね、うんうん、そうそうそうもう毎夜毎夜ほら飲んだくれておりますいや飲んだくれてんじゃないのよお客さんと楽しく歌ったりねお話ししたりあらそれでほらちょっと一人暮らしは一人暮らしでほらずっとして寂しくなるじゃない、うんね、でまあ、静岡暮らしも随分慣れましたから、うん、久しぶりに飼ってみようかなと急にまたやり出したのじゃあエビちゃんと暮らしてるのね、うん、エビちゃんとそうよエビちゃんと、うん、あかわいいエビちゃんと暮らしてるんだ、うん、増えたら差し上げるわいらないわよ食べちゃうから自転車いらないわよあんた飼育が大変みたいな食べちゃうからねだってね寒すぎちゃいけないし、うん、それでなんかその専用のクーラーみたいのも夏場はね、そう水槽用のクーラーしてやっぱ綺麗なものはデリケートでお金がかかるわよ よね割とね、ほったらかしでアンネさんは悪いけど、美川さんさデリケートに見えないでしょ、バリケードに見えるでしょやだよバリケードよ、どう見てもそうそんな破壊力あるかしらあるわよじゃあ、美川さんにそろそろ歌っていただきたいなと、はい、ね、いい歌ってみてもはい、ではよろしくお願いいたします、はい、ちょっと後ろ通らせていただいて、はいはい、では、そのまま美川さんのステージですよろしくお願いします大きな拍手でサソリ座の女沖の住むまで笑うがいいわあなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついてゆく
欲など入れないわ強なり こういうサソリ座の女もおしゃれでよろしゅうございますよ、ね、この午後のねお腹が膨れてぼーっとしてくる時間帯まったりした感じのサソリ座の女でございました、だけど私も本当おかげさまでねいろいろ楽しいお仕事させていただいてこの間ね大阪の方のテレビの仕事だったんだけどねあれなのよ三河健一さん本人を囲んでね偽物が4人集まるっていうのがあったのそれでまあみんなでこのサソリ座の女歌ってでねあのトーク番組ですがトークしてまあはちゃめちゃで面白かったいろいろな人がいるのよ三河健一よりも1本多くてね余計な三河健二っていうのがいたりね、それでそうかと思ったら沖縄でやってるね三河健一郎っていうのもいるでしょそれであのあれよこのあの静岡にももう一人の面白い親父やった床屋の親父なんだけどね芸名があんたどこをどう見てコピーしたかわかんないけどコピーミカっていうそうあの牧之原のねあの方いらっしゃるそれとねそのままミカと4人で三河健一さん囲むまあどれもミカだからあんたみんなここに名札つけられてんねでパッて隣見たら三河さん本人も三河健一って書いた名札つけてた面白いお仕事ございましたけどまあでもねそんな三河さんももう50周年だそうでございますねえ、まあ、私もこうやってインチキ家業やらせていただきますのもやはりご本家の存在あってこそでございますので、ね、この歌をきっかけに三河健一という方が世に出たそんな名曲でございます昭和41年柳瀬ブルースお付き合いくださいYeah.